アシッドテストは、第二次世界大戦時のアメリカ陸軍航空軍、第20空軍、第20爆撃集団第58爆撃団、第462爆撃軍に所属した2機の B-29 爆撃機の機名。いずれも日本本土への空襲の際に、日本側の反撃によって撃墜された。1944年11月21日午前10時頃、中国方面から、 長崎県へ飛来した B-29 爆撃機の編隊に対し、日本側の多数の戦闘機が迎撃を行った。爆撃機編隊は、第21海軍航空省などがあった大村市を爆撃した後、中国方面に帰還しようとしたが、60機を超える日本側の戦闘機が攻撃を加えた。戦闘の中で、やがて編隊の最後尾にいた1機が高度を下げ、 当時の小永井村、伊崎の沖500メートルほどの海に墜落した。墜落したのは、第462爆撃軍所属の B-29、アシットテスト機体番号42から24,786であった。これは、坂本美希彦海軍中尉が操縦する冷戦の体当たり攻撃によるものであり、坂本機は飛散して、当時の深海村の山中に落下した。 坂本の遺体は直後には見つからず、翌1945年1月8日に発見された。アシッテストが墜落した場所は、干潟が広がる水深の浅い海であり、垂直尾翼は海面上に突き出る形になっていた。墜落時にアシッテストに登場していた乗員は、機長ジョセフ・キルブルー単位以下11名であった。このうち8名分については墜落した機内から遺体が、 回収されて、小川原浦集落に仮埋葬された。また、周辺に漂着した米兵と、おぼ式遺体があり、全員の遺体が回収された可能性が高いものと考えられている。これら埋葬された遺骨、遺骸は、その後、米軍によって本国へ移された。1992年には、坂本中尉を慰霊する坂本小祭霊碑が、1993年には、 B29 搭乗員のための鎮魂費が地元の有志によりそれぞれの木の墜落地点近くに混流されている。アシットテストという愛称はその後第462爆撃軍所属の別の B-29 に付けられ、機体番号42から65,336がアシットテスト2と称された。1945年6月5日午前8時頃、 神戸への空襲を終え、マリアナ諸島方面へ帰還しようとしていた、アシットテスト2は、京都府上空で、高射砲の攻撃により被弾、炎上、さらに空中分解して、当時の小倉村伊勢田付近に墜落した。墜落時にアシットテスト2に登場していた乗員は、貴重友人 F 東弁度詳細以下12名のうち、東弁度少佐を含む6名が、墜落死し,し、 他の6名はパラシュートで脱出して、捕虜となったものの、そのうち5名はその後の抑留中に傷病死し、1名は7月20日に、篠田山演習場で処刑された。ありがとうございます。